ふさイチリシャールは日本の元競争馬である。主な勝ち倉は2005年の東京スポーツ杯2歳、ステークス、朝日杯フューチュリティステークス、2006年の阪神カップ、2005年の JRA 賞最優秀2歳母バに選ばれた。GI 競争2勝を挙げた黒船の初年度3区の一等。母は重賞4勝のフサイチアデール、半姉にクイーンカップ優勝バライラプスがいる。 場名のリシャールはブランデーの最高級品の名前から取られた。2003年のセレクトセールにおいて9900万円で落札された。2005年9月、阪神競馬場の新馬戦でデビューしたが、マルカシェンクの4着に敗れる。しかし2戦目の未勝利戦を逃げ切って初勝利を挙げると、続くオープン特別戦。 ギー東京スポーツ杯2歳ステークスといずれも逃げ切りでの3連勝を収め、2歳戦最大の舞台である朝日杯フューチュリティステークスに出走した。人気はイチョウステークスを圧勝して、ここに臨んできたジャーリスコライトに次ぐ2番人気。レースはスタートがあまり良くなかったこともあり、2番手を追走する形となったが、残り400メートルで先頭に立つと、最後は、 追い込んできたスーパーホーネットを首差しりぞけ4連勝で GI の舞台を制した。5戦4勝、10勝2勝の活躍が評価され2005年度の JRA 賞最優秀2歳ボバに選出された。3歳はクラシック路線を進んだが、サツキ賞へのステップ2戦こそアドマイアムーン、名称サムソンといった競合と僅差の2着と検討したが、迎えたサツキ賞。 NHK マイルカップ、東京優秀の3連戦ではいずれも5、6、8着と制裁を書いた。夏の休養を経ての秋も、初戦を4着、父が得意としたダート戦にも出走したが5着、13着と大敗し、以降短距離路線に転じる。12月にこの年創設された GII 阪神カップに出走し、距離不安もささやかれたが、 G.I. 優勝馬の力を見せて約1年ぶりの勝利を挙げ、阪神カップの初代優勝馬となった。小馬になった2007年初戦は、京都金牌で12着と惨敗する。するとここから、再び制裁をかき始め、2007年は、秋のスワンステークスで金差2着になった以外はいずれも、着外という成績に低迷した。 年が明けた2008年初戦の半球杯も見せ場なく8着と、敗れ、続く高松の宮記念では、単勝人気は12番人気にまで下がっていた。レースは好意につけると、直線入り口でローレルゲレーロを手応えよくかわし、一旦は先頭に立ったが、残り200メートル手前で急に失速し7着と、敗れた。競争中の負傷が疑われたため、後日精密検査を受けた結果、 左前足の剣を断裂していたことが判明し、これを最後に競争場を引退。種ボバ入りが発表された。2009年より、北海道新日高町のアロースタットにて種ボバとなる。2014年を最後に共用停止。厚労馬つなぎ養天寺事業の女性を受け、橋本牧場豊畑文場で寄生を送っている。 それまで3区に目立った活躍はなかったが、2016年5月に日本ピロバロンが京都ハイジャンプを制し、守護場としての中央重賞発制覇を果たすと、同年8月にはリッカルドがエルムステークスを制し、中央平地重賞発制覇を果たした。主な3区日本ピロバロンタイムランの R は、レコード価値を示す。ありがとうございます。